タクシン館は、北海道上川郡美栄町にある写真のギャラリー。前田新三が開設した自主ギャラリー。廃校した美栄町立千代田小学校跡地を利用し、美栄町の協力を得てオープンした。名称は、タクシンという地名に、前田新三の、まと写真の、間にちなんで命名している。館内には前田がライフワークとして取り組んできた、他の連作を、 常設展示しているほか、長男の前田明の作品も展示している。また、一万坪にも及ぶ敷地は自然を残した部分と、植栽した部分を区分けし、白樺の回廊やラベンダー、すすきの象径や、花園の道などがあり、四季折々の風情を楽しむことができる。拓進館の快感により美への田園風景が、テレビ CM などに起用され、畑作地帯の景観が、 観光資源として確立する契機になった。拓新館は1988年に北海道町づくり百選に選定され、1999年には前田新三と共に日本写真協会賞文化振興賞を受賞している。勝者勤務後、写真活動に入った前田新三が1971年に約3ヶ月かけて行った日本列島を縦断する。 撮影旅行のキロで出会ったのが、美瑛、上フラノの丘であった。その後も、前田は美瑛に通っては写真を撮り続けていた。宅心館となる旧千代田小学校で、初めて写真を撮ったのは1978年5月で、あり、前年には小学校跡地から 1.5km ほど、美瑛市街寄りにある新生緑が丘で代表作の一つである、爆臭、千列を撮影していた。 1985年10月に翌年出版予定の写真集、丘の式に載せるポートレートを小学校跡地で撮影し、深く印象に残った。その直後に、美瑛町役場の職員たちと会食する機会において、旧千代田小学校のことが話題となり、当時の都市計画課長から跡地の有効利用について聞かれると、以前から美瑛の丘に撮影拠点が欲しいと思っていた前田は、 冗談半分で写真ギャラリーでもやってみようかと答えた。翌年の春に写真集丘の式が出版されて一段落すると、前田はもう一度美瑛の丘に密着して写真が撮りたいと思うようになっていた。そんな折に役場から連絡があり、町の全面的な協力のもとでギャラリーを作ってくれないかと頼まれ、できる限りやってみようと決心した。その年の秋に、 ギャラリーとして使用する体育館と併設する教室の屋根工事を終え小さな住宅を新築したそして雪解けとともに本格的な改修工事を行い1987年7月に開館したギャラリー開館後は残り半分ある鉄数の敷地の整備に取り掛かり自然の風地を生かした環境整備を目指したまず庭を半周する形で 延べ250メートル2300本の白樺を植えて並木道を作った。また、カタクリやカシワの木を移植するなど少しずつ庭作りを行っていった。四季の交流感が隣接している。ありがとうございます。